ミラン・クンデラは、チェコスロバキア生まれのフランスの作家、モラビアのブルノ生まれ。父親のルドビークは著名なピアニストで、レオシュ・ヤナーチェクに支持し、後に、ヤナーチェク音楽院院長を務めた経歴を持つ。そのため、クンデラ自身も幼少時から、音楽教育を受け、小説の文体や構成に、音楽的素養が反映されている。プラハの音楽芸術大学卒業。 1963年発表の短編集、美少を誘う愛の物語で本格的な創作活動に入る。1967年に発表した共産党体制下の閉塞した生活を描いた長編小説、冗談でチェコスロバキアを代表する作家となり、当時進行していたヒスター・リンカの中で言論、表現の自由を求めるなど、政治にも積極的に関わるようになった。 そして1968年のプラハの春では改革への支持を表明したことによってワルシャワ条約機構軍による軍事介入の後次第に創作活動の場を失い著作は発禁処分となった1975年連盟大学の客員教授に招聘されたためフランスに出国1979年にチェコスロバキア国籍を剥奪され 1981年にフランス市民権を取得。この頃から母語のチェコ語ではなくフランス語で執筆活動を行う。1984年発表の存在の耐えられない軽さが世界的なベストセラーになりフィリップ・カウフマンによって映画化もされた。小説執筆の傍ら文学評論を手掛けており、小説を世界を相対的に捉えようとする。 ヨーロッパが独自に生み出した芸術の形式だと考え、セルバンテスをその最大の先駆者に位置づけている。また、現代世界の運命と現実を捉えた小説家として、カフカ、ムージル、ヘルマン・ブロフホ、ハシェクラを高く評価し、中央ヨーロッパに現れたこれらの作家たちの系譜を継ぐものとして、自らの作家活動を行っている。祖国チェコが1989年の ビロード革命によって民主化して、以降、クンデラも1990年代に何度か帰国したが、河野場に姿を見せることはなく、国籍も復活されないままの状態が続いた。2018年11月10日には、アンドレバビッシュ首相が、クンデラの国籍復活を提案し、2019年12月3日、チェコ外務省は、クンデラのチェコ国籍回復を発表した。 同省報道官などによると、11月28日にパリのクンデラに宛てて、中仏チェコ大使から関係書類が届けられ、クンデラと妻はこれを受理したという。上述の通り、クンデラは共産党の一党独裁に抵抗した作家として認知されている。しかし2008年10月、1950年に西ドイツに亡命し、情報組織に加わった。 元チェコスロバキア空軍パイロットがスパイとしてプラハに潜入した際、彼の立ち寄り先を知人から聞かされたクンデラは、チェコスロバキア秘密警察に密告。その結果、元パイロットは逮捕されたとする記録が明らかになった。これは政府系の歴史研究所、チェコ全体主義体制研究所が発見したもので、地元の週刊誌、レスペクトによって報じられ、 文書のコピーも掲載された。元パイロットは逮捕後、裁判で、懲役22年と1万コロナの罰金、財産の募集、市民権の剥奪の判決を受け、14年間強制労働の刑に服し、その中で、ウラン鉱山での労働に従事させられた時期もあったという。クンデラは、この件について、作り話と全面否定した。警察の記録にも、 クンデラの名前が記されているが、署名や ID カードの記載などはなく、秘密警察による文書の偽造、鉄造の例があることから、真偽は定かではないが、彼の作品には裏切りの物語が多く、特に冗談では、主人公が友人の密告によって大学を追放され、高山送りにされる胸が描かれるなど、類似点が多いため、これらは実体験に基づいて書かれた。 作品なのではないかという憶測も飛び交っている。ありがとうございます。